デジモンシリーズ20周年記念作品として発表されていた2020年2月21日公開の映画最新作デジモンアドベンチャーラストエボリューションキズナに新たに登場するキャラクターとボイスキャストが発表された。アニメデジモンアドベンチャーは劇場版第一作が1999年3月6日に公開、翌日3月7日には TV シリーズが放送開始され、その後も様々なデジモンシリーズが展開されてきた。そして2019年ついに20周年を迎える。3月6日をその本格スタートと位置づけ、20周年を記念したイベントやキャンペーン、グッズなどが展開されることが発表され、新プロジェクト劇場版デジモンアドベンチャー課題の始動が発表されていた。 RR 3月6日デジモンアドベンチャー20周年スタート、49体描き下ろしの20周年ビジュアル記念イベント情報が解禁に。今回2020年2月21日公開の映画最新作デジモンアドベンチャーラストエボリューションキズナに新たに登場するキャラクターとボイスキャストが発表された。20周年記念作品を彩る新たなキャラクターとして、デジモンアドベンチャーゼロニーのメインキャラクターである本宮大輔、日常事件井上京、期待よりの4名の登場が決定した。デジモンアドベンチャーゼロニーは2000年4月2日から2001年3月25日まで放送された TV シリーズ第2弾となる作品。デジモンアドベンチャーの世界の数年後を舞台に、本宮大輔ら新たな千葉レジ子供たちがそれぞれのパートナーデジモンと冒険を繰り広げる物語。前作にあたるデジモンアドベンチャーの主人公八神太一らも彼らの先輩という立場で登場して人気を博した。TV シリーズ放送終了以降、ゼロニーのメインキャラクターの姿が描かれるのは今回の映画が初となる。合わせて公開された設定画では、昔の面影を残しつつも大人びた姿へ成長した姿が。ラーメン屋修行に励む大輔とキャラクターたちそれぞれがゼロニー最終話で描かれた未来の世界へと近づいている様子が感じられる。成長したキャラクターを演じる新たなボイスキャストには片山福十郎さん、本宮大輔役ラムズベリーガーサーさん、一条事件役浅井彩香さん、井上京役山谷義雄さん、期待より役の4名が抜擢された。なおそれぞれのパートナーデジモンを演じる野田純子さん、V モン役高橋直澄さん、ワームモン役遠近光一さん、フォークモン役浦和めぐみさん、アルマシモン役は今回の映画でも続投となるとのこと。本日7月28日日曜日13時30分より舞浜アンフィシアターにて開催されたイベントデジフェス2019では、ゼロニーメインキャラクターが最新作に出演することをファンに向けて発表され、新キャストもサプライズゲストとして登壇した。今回デジモンアドベンチャーラストエボリューション絆新キャラクターのビジュアルとキャスト情報が公開されたので合わせて紹介する。キャラクター紹介。本宮大輔、片山福十郎専門学校に通う1年生。調理師免許取得のために日々勉強中。ラーメン屋修行の道を決めており、デジタルゲートを使って世界各地を飛び回って麺を食べては研究している。
パートナーデジモンはブイモン、一条寺、ケン、ランズベリー、アーサー心理学を学ぶ大学1年生。正義感を人一倍持ち、普段のデジモン活動に対しても積極的に参加している。大輔のラーメン旅にもよく付き合っている。パートナーデジモンはワームモン。井上、今日、浅井彩香工科大学でプログラムを学ぶ2年生。現在はスペインに留学中。選ばれし子どもたちのコミュニティを運営し、積極的なコミュニケーションを図っている。大人の女性を目指している。パートナーデジモンはホークモン。日田、日和、山谷義雄メンバー唯一の高校2年生。弁護士を志し、法学部を目指し勉強に励んでいる。部活も剣道を続けて、自ら正しいと思った道を突き進んでいる。背も伸びて大人びた姿になってきている。パートナーデジモンはアルマジモン。キャラクターのプロフィールはデジモンアドベンチャーラストエボリューション絆時のものです。作品情報、映画デジモンアドベンチャーラストエボリューション絆公開日、2020年2月21日、金曜日公開、配給、東映。スタッフ、監督、田口智久。脚本、大和屋。暁。創作画監督、立川誠二。スーパーバイザー、関ひろみ。キャラクターデザイン、中鶴勝義。デジモンキャラクターデザイン、渡辺健二。アニメーション制作、夢、ふとカンパニー。制作、東映アニメーション。キャスト、花江夏樹、細谷義正。さん。デジモンアドベンチャー02は2000年4月2日から2001年3月25日まで放送された TV シリーズ第2弾となる作品。デジモンアドベンチャーの世界の数年後を舞台に、本宮大輔ら新たな線バレし、子供たちがそれぞれのパートナーデジモンと冒険を繰り広げる物語。前作にあたるデジモンアドベンチャーの主人公八神太一らも彼らの先輩という立場で登場して人気を博した。TV シリーズ放送終了以降、ゼロ人のメインキャラクターの姿が描かれるのは今回の映画が初となる。合わせて公開された設定画では、昔の面影を残しつつも大人びた姿へ成長した姿が、修行に励む大輔とキャラクターたちそれぞれが02最終話で描かれた未来の世界へと近づいている様子が感じられる。成長したキャラクターを演じる新たなボイスキャストには片山福十郎さん、本宮大輔役ランズベリー、アーサーさん、一条寺健役浅井彩香さん、井上京役山谷義雄さん、日田日和役の4名が抜擢された。それぞれのパートナーデジモンを演じる野田純子さん、V モン役、高橋直澄さん、ワームモン役、遠近光一さん、ホークモン役、浦和めぐみさん、アルマジモン役は今回の映画でも続投となるとのこと。7月28日、日曜日13時30分より、舞浜アーフシアターにて開催されたイベント、デジフェス2019では、ゼロニーメインキャラクターが最新作に出演することをファンに向けて発表され、新キャストもサプライズゲストとして登壇した。キャラクター紹介。本宮大輔、片山福十郎専門学校に通う1年生。
り士免許取得のために日々勉強中。ラーメン屋修行の道を決めており、デジタルゲートを使って世界各地を飛び回って麺を食べては研究している。パートナーデジモンはブイモン。日常時、ケン、ランズベリー、アーサー心理学を学ぶ大学1年生。正義感を人一倍持ち、普段のデジモン活動に対しても積極的に参加している。のラーメン旅にもよく付き合っている。パートナーデジモンはワームモン。井上。今日、浅井彩香工科大学でプログラムを学ぶ2年生。現在はスペインに留学中。選ばれし子どもたちのコミュニティを運営し、積極的なコミュニケーションを図っている。他の女性を目指している。パートナーデジモンはホークモン。日田より山谷義雄メンバー唯一の高校2年生。を志し、法学部を目指し勉強に励んでいる。部活も剣道を続けて、自ら正しいと思った道を突き進んでいる。背も伸びて大人びた姿になってきている。パートナーデジモンはアルマジモン。キャラクターのプロフィールはデジモンアドベンチャーラストエボリューション絆時のものです。作品情報、映画、デジモンアドベンチャーラストエボリューション、キズナ、公開日、2020年2月21日、金曜日公開、配給、東映。スタッフ、監督、田口智久。脚本、大和屋、暁。創作画監督、立川誠二。佐々木宏美。キャラクターデザイン、中鶴克義。デジモンキャラクターデザイン、渡辺健二。アニメーション制作。